石田聖子は、石川県石川郡の野々市町出身の協定選手。登録番号3635。身長165センチメートル。血液が B 型、ーガー72期。福井支部所属。支部を代表する選手の一人である。石川工業高等専門学校出身。72期生として1993年5月デビュー。同期には、不由友人。 浅田千明などがいる。2000年7月、常鍋協定場の G1 周年記念で記念初、優勝。2001年7月、天ヶ崎協定場で行われた、オーシャンカップで SG 初優勝。2010年は優勝ラッシュとなった。5月13日、徳山キリンフリーカップ6月6日、常鍋中日カップ7月19日、玉川、サントリーカップの企業杯で優勝し、 さらに9月1日アシアアサヒビールカップで藤丸光一らを抑えて優勝。これは2001年に星野正彦が記録した年間3勝を更新する史上初の企業杯年間4勝であった。そのおよそ1ヶ月後の9月30日には6年前の優勝戦で出遅れ変換となった墨の江高松の宮記念で8年ぶり4個目の G1 を獲得。 さらに11月1日のとこなめ57周年でも優勝。これで一般開催を含め2010年の優勝回数を12回とした。これは1977年に彦坂育夫が達成して以来である。2004年10月17日、墨の江協定場で行われた高松の宮記念特別競争優勝戦で6号艇で登場した石田は、 スタート展示で6コース侵入となったが、本番レースでは、前付けして1コースに入ってしまい、当時のスタート展示の規定違反により出遅れ、扱いの変換欠場となった。12秒張りが回転する直前に、変換欠場考慮が行われ、侵入開始前に離脱するという大変珍しいシーンとなった。また当レースでは、フライング艇が3艇発生するなどの波乱にも見舞われた。 この一件以降、2007年8月まで、墨の絵協定上から石田に対しての圧線がなかった。なお2008年5月1日以降、このスタート展示の規定は廃止されている。ありがとうございます。